はい、皆様、こんばんは。今日は2020年8月19日水曜日の、ボギーチャンネル、私主催の、はい、ボギーテドコンでございます。はい、今日もね、仕事がもうキチキチでございまして、戻ってきたのはね、10時ちょっと前だったんですけど、まあ、いろいろ準備とか片付けとかにね、手間取りまして今となりました。まあ、そんな中でもね、来ていただいている、カタカナのハチさん、それから南川内のアシコさん、はい、コレキアットスメラギヤサカさん、ティンクさん、ネムッチーさん、こんばんはんこでございます。南川内のアシコさんは、うんぶし食べたんですね。ヘチマの味噌にいただきました。ということで、ぜひね、南川内のアシコさん、関西でね、ヘチマの、はい、元祖ヘチマ味噌煮のね、大将になっていただければなんてね、思っております。それからクジラさん、どうもこんばんはんこ。森の都さん、どうもお疲れ様でございます。来ていただいてありがとうございます。コウスケさんからは、お仕事お疲れ様です、ということで、はい、特のニラクラッシュアイスミルクティーをいただいております。塩沢さん、こんばんはんこでございます。改まさんにホルスタインさん、はい、ラフテンさんもお見えですよね。それから新玉さんからも特のミラクラッシュアイスミルクティーが届いております。ナーベラーです、塩サバさん。いや、うまいんですよ。はい、特にこの味噌煮もうまいんですけど、沖縄で売られてるコンビーフと煮るのも非常に美味しい。味噌煮もうまい、でもコンビーフとやっても美味しいんですよ。はい、これがホーメルのコンビーフだと完璧かななんて思っておりますけどね。はい、うんぶしです、うんぶし。はい、南川内のあしこさんも本当にありがとうございます。はい、ぜひね、これ後でまた私の方も見てみたいと思いますけど、なんか面白そうでございますよね。うんぶしということでございまして、皆さんもね、ヘチマ、たわしだと思ってると思いますけど、若いうちには本当にうまい野菜なんでね。それと沖縄でヘチマ2種類ぐらい栽培されておりまして、本土でいわゆるね、たわしに使われてるタイプとは全く違う、食用専門の、はい、実のね、崩れない硬い、ヘチマもね、沖縄では栽培されておりまして、あれは味噌煮にしても形が崩れないために非常にうまいということでございます。はい、ピョンタさんからはご自愛くださいっていうことで、はい、ホルスタインさんからもニラミルクティーいただいております。新玉さん、ヘチマのたわし、若い人知ってるかななんていうことですけど、非常にロハスですよね、ヘチマのたわし。結構良かった記憶があります。私もね、ちょこっと使った記憶があるんですけどね。はい。南川内のあしこさん、ヘチマはたわしにするな、食べた方が絶対にうまいということでございまして、サムネイルということでね。いやー、これ後で動画見てから思いっきり笑っちゃおうかななんて思っておりますけど、うんぶしいですよね。はい、ありがとうございます。ラフテンさん、ヘチマ学校で栽培してましたと。本当に食べると美味しいんですよ、美味しい。はい、もう結構やみつきになります。それからお味噌汁に入れても美味しいんですよね。はい、ネムチーさんからはタピネラミルクティーということでございまして。いや、これね、南川内のあしこさんなんかどんどんこれ関西で宣伝すると、次第二のゴーヤーになる可能性がある。はい、ゴーヤーに続けということでございまして、南川内のあしこさん金星の食べられるヘチマシリーズということで、ヘチマのね、いろんなものをどん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 出していくと面白いかなと思いますけど、ちょっとね、南川内のあしこさん、沖縄で食用、煮てもね、実が崩れないタイプのヘチマの種、ちょっと探してみたいと思います。もしあったらね、お送りしましょうね。ぜひそちらで、栽培をして、南川内のあしこ金星のね、ヘチマによるうんぶしということでございます。はい、ティンクさん。これ普通のヘチマはちょっと長
長いんですけど、沖縄でこのいわゆるうんぶしとか、コンビーフと一緒にね、グツグツやるヘチマ、あのヘチマっていうのは煮ちゃうとね形が崩れてしまうんですけど、あの崩れないヘチマがあるんでね、はい、いやもうぜひ関西でお願いしますよ、南川市の端っこさん、あの煮ても崩れないヘチマの種探してきますんで、ぜひ栽培をして思いっきり関西で広げていただいてですね、そのナーベーラーの元祖は南カウチの端っこという男だっていうことでね、思いっきり目立っていただきたいと思っております。さて今日はこの話題、はい、どうです、皆さんこの景色を見てどう思いますかということなんですけどね、本当に美しい景色の海、はい、このようにねカップルが川を近づけ合う非常にロマンチックな写真、そして東シナ海に沈む夕日なんですよね。まあこれどこかと言いますと、私がそっちゅう言っております浦添市亀瀬の、海でございます。ちょうどこの 裏手には、パルコシティがございまして、パルコシティですね、もう近代的なショッピングモールの真正面にこういった海が広がっているということでございますが、これがね昨日、玉城知事、城間那覇市長、そして浦添市の松本市長、三者の話し合いが持たれ、結果どうなったかというと、この綺麗な海を埋め立てて、はい、埋め立ててですね、あの埋め立て地と軍港を作る計画が三者で合意をされました。最後の最後までね、南岸、つまり埋め立て面積を最小限にとどめたいという松本市長の願いは届かず、結果的に様々な、圧力を受けたんでしょうかね。まあ建設業協会や、まあいろんな利権のある人たちの圧力を受けたのかもしれません。結果的に松本市長、市長に立候補した時には埋め立て反対で当選をしたんですが、その公約を翻して、ね、その翻した時の理由も、尾長知事が埋め立てを賛成してるから、浦添も埋め立て賛成に回ざるを得ないということで、まあ、公約を撤回されたんですけど、あの少しでも埋め立て面積を小さくしたいという松本市長の願いも届かず、結果的にこの今皆さんがねこの写真で見てる海、これをねずっと先の方まで埋め立てるということがねとうとう決まっちゃった、はい、決まったんです。でもね、まあ、決まったっていうことだけであって、さあこれがいつまた実施されるか、そういったのはまだ未定でございますけど、今ねこれがあのやっと沖縄県内のニュースにどん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 流れるようになってから、ね、この海を埋め立てるのはもったいないんじゃないかっていう声がどんどん上がっております。今までね表立って浦添の海を埋めるのはやめた方がいいって言ってるのは沖縄県内でね表立って言ってるの私ぐらいだったと思いますよ、正直言ってね。それがはい、マスコミがこの浦添の埋め立てについて報道し始めた途端、あちらこちらから今声が上がりつつある。今日の朝のね、通勤途中のラジオの中でも、この浦添の海を埋め立てるのはもう絶対に認められないっていうね、浦添の地元の方の声を、はい、流していましたけど、今までね、マスコミ、おかしいですよ。どんなにね、この埋め立てはダメだっていうことを私が訴えても全く取り合おうとしなかったのに、今になってからやっとですよ。ぜひ皆さん、浦添、スペース、亀瀬、埋め立て反対と入力してみてください。はい、入力してください。すると、私のことが出てきます。はい、私のことが出てきます。
ね、辺野古で反対してる人たちのことなんか何にも出てこないですよ。浦添の海、埋め立て反対って言うと私の名前が出てきます。カータンさんどうも、特濃ニラ、クラッシュアイスミルクティーありがとうございます。はい。で、コレキアットスメラギヤサカさん。私はね、ただ、基地反対派みたいに感情的になって反対してるわけじゃないんです。はい、ホルスタインさん。とうとう松本市長。ね、松本市長折れました。はい。沖縄県玉城知事と、白間那覇市長に折れて、とうとう埋め立て面積最大の、はい、いわゆる南案じゃなくて北案を飲んでしまった。ということは結果的にこの今写真に載っている美しい干潟、そしてこの干潟の先にあるサンゴ、まあカータンさんとかね、佐紀店長などはやっぱりダイビングしてるからわかると思いますけど、リーフ際というのは本当にサンゴの宝庫なんですよね。はい。干潟そのものはね、やっぱり陸に近づくに至って、サンゴっていうのはなくなっていくんですけど、やはりリーフ際っていうのはサンゴがもんもん生えております。そうです、ホルスタインさん。松本市長は最小限にとどめる南案をね、出していました。しかし、玉城デニー知事は南案ではダメだということで、埋め立て面積が最大になる北案を押し切りました。ラプテンさん、同じサンゴの生育地でも辺野古はダメで浦添の海は OK ということでございますけど、まさにね、まさに私はこの通りだと思います。そしてそんな中でね、県の見解っていうのがね、実は2019年の3月の県議会でね、発表されているんですけども、あれを見た時に私本当に大丈夫かななんてね、思っております。さて、沖縄県の見解なんですけど、那覇軍港は那覇港湾施設内の移設で新基地ではないと。本当ですか？だって何もないところに軍港を作るんですよ。それって新基地じゃないですか？どうなんでしょう、皆さん。意味わかんないですよね。だって浦添のね、この海と那覇軍港かなり離れていますよ。それがね、いわゆる行政的な括りで、那覇港湾施設というね、括りになっている。ね、範囲内に含まれているわけなんです。でも、亀瀬の海には港湾はないんですよ。ね、自分たちでその海を、ね、那覇港湾施設内の移設なんて言ってるんですけど、じゃあ辺野古も国がですよ、この辺野古の海は普天間基地の滑走路の施設内の、ね、施設内であると。つまり辺野古の埋め立て海域は普天間基地、いわゆる海兵隊の施設内での移設であるから、新基地ではないって言われたら何て答えるんですかね。はい。これ、皆さんどう思います？この奇弁というの。そう、アマもいっぱい生えてるんですよ。カタカナのハチさん、ちょうど、パルコシティの向かい、ちょっと水深がね、あるところにアマモがびっしり芝生のように生えています。そこはね、満潮になるといろんな魚が寄ってくる場所になってて、釣り人にとっては格好のポイントになっているんですけど、ね、この奇弁が通るんであれば、ね、辺野古の埋め立て海域は、海兵隊の、いわゆる施設内であるから、新基地ではないということになりますよ。そうですよね、皆さん。だって、今ね、海兵隊の基地、今ラプテンさん書いてますけどね、うん。すでにあるキャンプシュワブ、すでにあるんです、海兵隊の基地が。つまり、すでにあるね、海兵隊の基地とその海域に海兵隊の施設を作りますから、これは新基地ではないと。なんでね、沖縄の議員はこういう矛盾つけないんですかね。県がこのように言えば、ね、逆に
こう言えばいいんです。辺野古海域は、米海兵隊施設内の海域であるので、新基地ではないと。そうですよね、と。いや、だって、あそこ、海兵隊の訓練海域ですからね、向こうは。つまり海兵隊の海域といっても差し支えのない場所なんです。それも、日本政府がその海域は海兵隊の訓練海域であると言って線を引けば、そこは訓練海域になっちゃう。沖縄県がね、この浦添の海を那覇港湾施設内というふうに言ってるのと一緒で、国が辺野古の海は、在沖海兵隊の施設の一部であると。施設内に滑走路を移転するので、これは新基地ではないと言えばどうです?皆さん。道理は通りますよね。はい。そういうふうになると私は思っております。さて、皆さんも大好きな玉城デニー知事はこう言っております。機能の移転だというふうに認識をしていると。何にもないところにね、あの辺野古の何倍もの面積を埋め立てて、そこに、ね、コンクリートで、ね、埋め立てちゃって、コンクリートとアスファルトの埋め立て地作ってですよ。そこに軍港も作る。さて、それは機能の移転であると。新基地建設ではないと。もうね、こんな奇弁が堂々とまかり通る。なんてね、本当に私おかしいと。思いますよ。そう。あの、コシさんそうなんです。辺野古もね、機能の移転なんです。つまり、既存のキャンプシュワブというね、海兵隊の基地があり、その正面にある海は海兵隊が常時上陸訓練などに使っている海域です。つまり海兵隊の訓練海域、そこに普天間基地の滑走路を移設するので、これは機能の移転だというふうになるんですけど、はい、ネムチーさん、辺野古も普天間の機能の移転ですよね、ダブスタがパネということで。いや、本当にこの人たちね、ダブスタ。しかしそのダブスタをね、なんで追求しないのかっていうところが、私とっても歯がゆい。歯がゆいんです。まあ実はね、全く追求しなかったわけではなかったんですよね、実は。昨年、はい、自民党沖縄県連、これを追求しています。昨年の2月27日の沖縄タイムズさんの記事でこう書いてますね。辺野古はダメで、なぜ浦添は認めるのか、自民、沖縄県議が激しい論戦ということで、ね、こういう記事が出ました。はい。自民党がこれはダブルスタンダードじゃないのかというふうに追及をしたら、さっきのような那覇港湾施設内での移設であると。新基地ではないと。はい。玉城知事も同じようなこと言ってましたけど、そうやってね、逃げたんですよね。はい。逃げて終わっちゃった。でも私ね、やっぱり、こう言っちゃなんなんですけど、どうしてでもやっぱ埋め立てたいという人たちがやっぱりいる。で、私前から何度も何度もやっぱり言ってますけど、あの海は、このね、戦後ですよ。いわゆる、もともとは日本軍のね、飛行場だった場所なんです。向こうはね。日本軍の飛行場だったんですよ。そこをね、戦後米軍が接収をして、いわゆる牧港補給基地、キャンプキンザーというところにね、作り変えたんです。作り変えた。はい。そして、ずっとね、今も戦後から今の2020年までずっと米軍が使ってきた。ただね、今から4年ぐらい前に、湾岸道路をね、作るということで、
はい、湾岸道路を作るということで、米軍はそのね、海岸線を、手放したんですよ。で、この海岸道路を作るという話も、まあこれ建築関係の方の話では、浦添市内はもう陸上は道をね、作りまくって作る場所がないと。そうなると、浦添での公共事業は海に道を作るしかないということでございまして、結果的に交通の便を良くするという理由で、海の一部を埋め立てて湾岸道路を作った。もともとはそんな道路はありませんでした。はい、綺麗な海岸線が続いている海だったんですが、今では護岸でね、直線で約2000、3000メーター近い、直線道路が続く、まあ、護岸が続いておりますが、この写真に見てわかるように、自然っていうのはね、本当に不思議なものですよ。私たちは生きてるんだよってまるで主張するかのように、この護岸に自分たちで砂浜を作り始めているんです。そうですね、塩沢さん、浦添北道路は将来的にはコンベンションにつながります。今予算がなくて途中で止まってますけど、高架橋が開通すればね、コンベンションまで一直線、ほぼね、一直線でつながります。はい。それはそれで便利で、私いいと思うんですよ。ただ今こうして自然がね、まるで自己主張するかのように、人工的な護岸に沿ってね、砂浜を作っているんですよ。作っている。で、そういったね、まるで海が私たち生きてるんだよってまるで主張してるかのように、こんなね、綺麗な、景色がね、今、どん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 、自然が自分でね、自分の姿を取り戻してるっていうんですか、こういったのが見えるようになってきたんですよね。だから本当にこのまんま埋め立てていいんですかっていうのが私のやっぱり疑問。特に私のように浦添の海でね、小さい頃ずっと遊んできた、この浦添の海で、私はずっとね、本当に小さい頃、親父と一緒にここで釣りをしたり、ね。特にこの釣りをした場所はもうすでに埋め立てられちゃってないんですけど、海を取った場所はね、未だにあるんですよ。はい、親父がウニを取ってくれて、そのウニをね、割ってくれて、食べさせてくれた場所が実はまだ残っているんですよね。はい。どうでしょうか、皆さん、こういった景色。ね。右に見えるのは全てサンゴのかけらですよ。こうやって満潮になるたんびにね、沖合からサンゴのかけらがどん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 打ち寄せられて、それが潮騒によって砕かれ、太陽の光で漂白され、純白の砂にやっぱり変わっていく。そうですね、ぴょんたさん、その当時海藻もいっぱい生えてましたんで、ウニもいっぱいいたんです。で、私はね、ただそういった干渉に至って反対をしてるわけではない。浦添っていうのは私ね、ずっと前から浦添市民の一人としてね、思ってたことがあるんですよ。浦添って何にもないよねと。いや、ブルーシールはありますよ。ビッグディップはありますよ。ね。ビッグディップはあるけど、大きなね、プロ野球のキャンプはヤクルトスワローズが来るんです。浦添の球場に。しかし、ヤクルトスワローズの選手が泊まるホテルが浦添市内にない。だからわざわざ那覇市のホテルに泊まっていました。はい、そういうところです、浦添っていうのはね。なんかね、もうちょっと古びたビジネスホテルはあっても、ちゃんとしたホテルもないんです、浦添。そしてコンベンション施設などもない。市民会館はありますけどね。ですから、浦添っていうのはもう、一般の観光客からしたら、白草リッチとビッグディップしか見るとこないんですよね。そんな魅力が非常に乏しい浦添市。まあ、浦添市は浦添市で一生懸命考えて、解雇、つまり桑の木をね、
栽培をして、そこから蚕を育てて織物とか作ったりしていますけど、やはり目立った産業には育っておりません。努力はしています、一生懸命。でもまだまだ結果出ていない。そういった中で浦添はずっとずっと通過するだけの町、はい、那覇から空港に着いたら、那覇から北谷町やね、恩納村に行く途中の通過するだけの町とずっと言われてきた。だって観光客浦添に泊まるところというと、ビッグディップ、ブルーシールっていうアイスクリーム屋さんと A&W しかないんですよ。その他どこも行くとこないんですよね。だからずっと浦添は通過するだけの街でやってきたんです。ところがね、今回このように、浦添の西海岸が解放された。今までは米軍基地として捉えていたために、海岸線に入ることは禁止されていました。ですから、埋め立てどころか、ね、そこで貝を取ったり、ね、魚を取ったりすることすらはばかれるような状況が戦後、やはり、何十年と続いてきたんですよね。結果的に、那覇から、ね、那覇から、北谷町までの海岸で自然の海岸線が残されたのは、この浦添の海だけになってしまったんですよ。そんな貴重な海岸、私はね、これを埋め立てて、隣のね、南側にある入島という倉庫街、ね、倉庫と、いわゆる卸問屋街、そんなね、殺風景なところにするのは、あまりにも忍びがたいということでございまして、今、パルコシティ、今、ズケちゃん書いてますけど、パルコシティはね、海が綺麗だからいっぱい人が来るんです。ところが、倉庫街の真ん中にね、ショッピングモールがあったって誰が来ますかですよ。景色、今はね、オーシャンビューで美しい海が見えますけど、倉庫しか見えなくなるんですよ。おかしくないですか、これってね。だから私は、このね、美しい海岸線、これをね、いわゆる沖縄の、空港から車で、約15分、20分以内に行ける、いわゆる都市近接型の総合リゾートにしたいと。つまり約3000メーターのね、砂浜を作る。3000メーターの砂浜を作ります。はい。そして道を挟んだ側にはこのパルコシティをはじめ、様々なショッピングモールや、あと、リゾートホテルをそこに作ると。はい、リゾートホテル作ります。そんな、背の高いようなリゾートホテルではないです。なぜかというと、これも理由があります。そのね、海沿いに、そういった建物を作ると、後ろの、いわゆるキャンプキンザーの丘からの景色が非常にスポイルされちゃう。そのね、キャンプキンザーの丘というのも、これ、米軍っていうのは本当に面白いもので、自然の地形をそのまま残しているんですよね。その自然の地形を残した開発をする、ね、米軍が作った道路をね、基本的にそのまま利用し、そこにおしゃれなカフェや、ね、レストラン、そして海に近いところにはダイビングショップなどを作る。そして飛行場としてね、日本軍が整備した平たい広大な土地があります。そこにはね、この尾長知事が誘致をしようとして大失敗をした、マイス施設、コンベンション施設ですね。それを浦添の高台、この丘の上に作る。そしてその丘から見えるオーシャンビューの場所に屋外劇場を作ると。まあ、そんなところでスターダストレビューのね、コンサートとかしたら最高じゃないですか、鈴木清美さんとかね。うん。そして空港から30分かからないで来るところに、いわゆるコンベンションホール、マイス施設ができるということは、こんなに便利なことはないと思います。ですから浦添は、通過するだけの街から魅力ある街へ変貌できるんですよ。でもね、今の政治家や業界人の人たちっていうのは、
とにかく今手にお金が入ればいいと思ってるんです。戦後ね、76年、基地に捕らえたゆえに残されたこの浦添の美しい海岸線、それを生かそうとせずに、ね、軍港を作るという名目で埋め立てをしようとしている。そして辺野古に反対反対を言ってるね、平和団体や環境保護団体、そして沖縄県知事や、オール沖縄というね、沖縄のいわゆる革新政党、左翼政党、誰も反対しない。おかしくないですか、皆さん。いや、そう言われるとね、私、じゃあなんでボギーさんは辺野古に反対しないんだって言われますけど、いや、私、辺野古は認めてないですよ。全然辺野古 OK とは言っていません。私、辺野古は、これはね、やはり地元との、いわゆる振興策の妥協の産物であって、はっきり言って、米海兵隊にとっては、ね、無用の長物の滑走路であると、私はもう断定しています。まあ、これはまた、後日ね、いろんなところでお話ししますけど、そういうふうに役に立たない滑走路を作るということは、これはね、ベターな選択ではなく、まさに最悪の選択なんですよね。そしてそこには、ね、いわゆるオール沖縄共産党、環境保護団体、ジュゴンなんちゃら、ヘリ基地反対協などはみんなで反対。ところが、浦添にね、海を、辺野古の何倍もの面積を埋め立てて軍港を作ることについてはみんなしてだんまりやってるんですよ。誰も何も言わない。元山くん逃げましたよね。皆さん覚えてます？自分が元山くんに一緒になってここの海守るためにやらないかって言ったら、いや先輩、僕は学業が忙しいので先輩がやってくださいってとんずらしましたよね。そんな連中なんですよ、彼らは。ね。そして、ある左翼は、軍港は、ね、軍港は米軍基地ではないと言いました。なぜなら、オスプレイが離発着しないから、軍事基地ではないと。はい。ホルスタインさん、私が事業施設を作るならば、美しさが最大の観光資源。ですからね、これですよ。はい。皆さん、3000メーターの、ね、砂浜。そしてその後ろにあるショッピングモールや、ね、それから丘陵地帯におしゃれなカフェやレストランが立ち並び、丘の上には、はい、非常に美しい形のコンベンション施設ができる。そして海を見渡すオーシャンビューの場所に、屋外劇場ができ、多くの人たちがそこを目指して集まってくる。はい、アメリカ村作っていいと思いますよ。PX とかね、カムソリーとか名前つけてね、今の建物そのまんま利用して、コストコなんか入れてもいいんじゃないですかね。はい、カタカナアツさん、私そういうふうに思ってます。今ね、やっとこういうふうに報道されるようになって、浦添の人たちも慌て始めたんです。今までずっと言ってたのにね、だからまだまだやっぱりネットの力っていうのは厳しいなとは思いますけど、でもマスコミが報道した途端ね、いろんな人たちが今声を上げ始めています。はい。まあ別に私最初に言い出したから、どうのこうのっていうことを言うつもりはございません。いろんな方々とやっぱり提携をする。こういったの右とか左とかそういったことじゃないんですよ。ね、この浦添をね、もっともっと未来に向けて発展させるために、何をね、やっぱりやるべきなのか、何を残すべきか。どう行動するべきかをこれからやっぱり考えていきたい。ですから、この浦添のね、埋め立ての話が出た時に、沖縄ではボギー・テドコンさんという方がこの埋め立てに、堂々とね、異を唱えてますよっていうことをね、また、お伝えいただくと非常に私の方も幸いかなと思いますけど、ぜひ皆さんもね、このような美しい海、本当にこれをね、埋め立てていいのか、はい。埋め立てていいんでしょうかっていうことをやっぱり考えていただきたいんですよね。
はい、これはあの航空写真ですけど、このように美しい珊瑚礁が広がっています。はい、美しい珊瑚礁ね。ちょうどあのパルコシティはこの赤いマークがついてるところ、ちょっと上に建物が集まってるところが、これがサンイエパルコシティ前ね。その周辺に皆さんこの青いね、海と珊瑚礁が広がってるのがわかると思います。はい、これもうリーフギア全部珊瑚なんですよね。そこを埋め立てる。北側案というのは、はい、南側案というのはね、この赤いね、あの三重の駐車場のマークなんですけど、その赤いマークから、下側の海が松本市長が言っていた南側案。ところが玉城デニー知事が言っている北側案というのは、もっと北の方まで埋め立てることになります。この浦添の湾岸道路2000、約ね、500メートルの直線道路、そのほとんどが埋め立て地になるということでございます。いいですね、浦添ブルー、亀瀬ブルーでもいいですよね、漬山さんね、亀瀬ブルーだから。本当に自分がね、潜れるんだったら本当に動画撮ってね、公開したいぐらいなんですけどね。またフェイスブックとかツイッターで動画撮ってくれる方はちょっとまたね、探してね、やってみたいなと思います。亀瀬ブルーはどうですか皆さん。亀瀬ブルー、亀瀬のね、青い海を表す亀瀬ブルーということでございまして、はい、本当に綺麗なんですよ、このコバルトグリーン。そしてグラデーションにね、群青色に変わっていくこの美しい海、そこには多くのやっぱり貝やね、サンゴがやっぱり息づいていて、それが空港から15分ぐらいのところにあるというのが非常に大切な、ね、貴重な場所だというふうに思っております。ということで、私もこれからね、どんどん、こういったのラジオや、桜の方でも訴えてまいりますんで、ぜひ皆さん一人でも多くの、まあ、県民、そして国民の方々に、ね、なんとあのボギーさんが埋め立てに反対してるっていうこと言うだけでも、非常に皆さん関心を持っていただくと思いますんでね。そうですよね。今まで散々埋め立ててきましたと。これからどうする。だからその反省を持って、この基地があるゆえに残された海を、やっぱり守っていくということをね、やはりこれから、やるべきではないでしょうかね。はい、ということで、今夜のボギーチャンネル、ちょっとね、熱くなり長くなってしまいましたが、浦添の市長、そして那覇市長、玉城デニー沖縄県知事が3者で、とうとうこの美しき海を埋め立てをするということをね、決定をしたということでございます。で、今ね、漬ちゃんのちょっとヒントいただきまして、私、亀瀬ブルーと、これから呼んでいきたいと思いますけどね。はい。亀瀬ブルーの海を守るためにね、これから私たちが何ができるのか、ね、仲間が集まってきたら署名運動などもできると思いますし、あとね、松本市長、再度やっぱり民意を問うべきだと思いますよ。浦添市民にね、このパルコシティ前の海を埋め立てて、いいですか、それとも反対ですかっていう、そういう賛否を問う市民投票をね、ぜひやるべきだというふうに私は思っております。ということで、今夜のボギーチャンネル、久しぶりに真面目なお話で、ございました。ということで、本日の放送をこれにて終了させていただきます。明日は21時から、開始したいと思います。どうぞ皆様、よろしくお願い申し上げます。